はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。河合の KU10 というモデルが入ってきました。河合の KU シリーズっていうのは実はですね、30数年前にも、KU の U が小文字、あ、大文字か、大文字になったタイプのがシリーズがあったんですけども、新しい方の KU は小文字なんです。 KU の10というね、一番小型のモデルになります。平成9年型ぐらいだったと思いますけれども、こちらになります。はい、結構新しいですね。スローダウンシステムがついてますからね。こうやって手を離すとゆっくりと閉まるタイプですね。はい、こういうのがもう最初からついてるというね、最近のピアノはね。そして、これの履歴はですね、このタイプのね、ここが真ん中でこの長板のついてない全体が開くタイプですね、こういうタイプのピアノは後ろに実は履歴があるんです。河合の KU10 ね。はい、平成9年が最初の調律ですね。です、新しいですね。最後の調律が平成15年ですから、8年前に、ピアノをやめてしまったかなと、ピアノをやめても調律だけはしてくださいね、大事な大事なピアノですからね、長持ちさせるためにもメンテナンスは続けていただきたいと思います。はい、KU10 製造番号は2299859ですね。まあ平成の、半ばですから、まだ綺麗ですね。ハンマーも減ってません。そんなにガンガンと弾いてたというね、そういう感じはしないですね。はい、ちょっと音の響き聞いてください。おっと、お、結構鳴りますね、小型なのにね。お、気持ちいいですね。結構いいですね、これ、気持ちいいです。はい、調律が8年ほど空いてますね。なので、まあこれぐらいの古いですね。はい、調律はしましょう。KU10 のご紹介でした。また今日入ったばっかりですので、調律をしてから撮影をし直したいと思います。それでは失礼いたします。